こんにちは。吉井マンです。先週末、私が住んでいる州で竜巻が発生し、大きな被害が出ました。私が住んでいる町では特に大きな被害はなく、私と旦那も元気に暮らしています。先週末、あのー、大きなトルネードが発生したんですけれども、実はその週の日曜日か月曜日にも竜巻が発生しました。 でその時言われたのが12月なのに竜巻は珍しいってことでした竜巻のシーズンって3月からなんですけれどもこの真冬の12月に発生する竜巻は本当に珍しいと思いますでと今回の大きな竜巻も前日にニュースでトルネードが来るって言われてたんですけれども まあ12月なんでどれぐらいの人がこんなに大きいトルネードが来るって予測できたんだろうってちょっと思いましたでなおかつ私がいる州はそんなに竜巻が多い州でもないんですねえっと私が昔住んで留学で住んでいったネブラスカ州は竜巻の通り道と呼ばれている州で、えっと、竜巻が 多いのでほとんどの家に地下っていうのがあったんですけれども私がいる州はそんなに竜巻も多い州でもないので地下がない家もそれなりにありますで現に私が住んでいる今住んでる家も地下はないですもちろん地下がある家もあるんですけれどもでその日は深夜の12時前ぐらいから強い雨と雷が鳴り始めて で怖いから私はニュースを見てたんですね。でニュースでは天気,気象予報士の方が夜通しずっとモニターで説明してくださっててそれを見てたんですけれども2時前ぐらいかな1時半ぐらいかなに私の町の北側で竜巻警報が出たんですね。でえっともう北の方に行ったから私は大丈夫だ寝ようかなと思って歯磨いたりしてふとテレビを見たら。 私の州が真っっ赤になってたんですよであれ北に行ったはずなのになんでまた真っ赤になってんだろうと思ってでそこであの私が住んでいる町も地域もトルネードウォッチっていう警報ではないんですけれどもすぐ逃げる準備してくださいすぐシェルターに逃げる準備してくださいねっていう注意報が出たんですね。であの外に 出していたサンタの飾りが私はどうしても気になってもし飛んでって他の家にダメージを与えたら嫌だなと思ったのですすぐ中に入れたんです、ね、そしたら外出てびっくりしたのがすっごいあったかくって12月の夜ってすごい寒いはずなのにすごくあったかくってで雨も止んですごく静かで風も吹いてなくってすごく不気味でした。 旦那が寝てたので起こさなきゃいけないっていう使命感があって何かあった時に寝てた起きて頑張って起きてたんですけれどもで4時にすごく雨がいっぱい降ってで,でもやっぱ睡魔には勝てず寝たんですねで朝起きてニュース見て本当にびっくりしましたでその翌日も結構風が強かったんですけれどもお昼前にはもう収まりました州知事さんが ずっとツイッターで自身のアカウントであのいろいろ夜通し起きててつぶやいていてで早朝に会見とかもしていてで私の覚えてる限りだと2時か1時にはもう緊急事態宣言出ししてましたもう本当に行動力も早くてちゃんとなんだろううんと対策してくださる方だなって改めて思いました。その知事さんが、うんと コロナのの時時にに人目の患者が発生ししたたすすぐもう緊急事態宣言出したんですねだからもう本当に行動力が早くてあのあやっぱいい方だなって私は個人的に思いましたであとあの昨日なんですけれども知事さんの、えー、とファーストレーディーのブリトニー・ベイシャーさんがあの呼びかけてたんですけれども意外にその分かったのが今回の子供 お子さんん、や、えー、赤ちゃん生まれたばかりの赤ちゃんとかも結構被害に遭ってるんですねでこんなにクリスマスも近くて一番楽しい時期にこういうことになって子どもたちに本当かわいそうだからおもちゃのドネーションを呼びかけられていてあんまりなんだろう知事の奥さんが公の場に出て呼びかけることって日本であんまりないじゃないですかだからあなんかすごいなと私は思いました まあ、多分一番ニュースで言われているのがキャンドル工場なんですけれどもキャンドル工場は今、なんかあの従業員の証言によると、あのー、今、家帰ったらあのクビにするって言われたって言い分があってで従,あの従業員の方と経営者の方で意見が食い違ってるんで今、調査中らしいです。 でそのアメリカ人の友達にそのことについて聞くと、まあ、間違いなく訴訟に発展するだろうねと言っていましたであの私今回勉強になったのが前にもあのネブラスカ州は地下があったんですよお家に。に私今いる家は地下がないんで逃げ所がないんですねでどこに逃げたらいいかっていうのもテレビで気象予報士さんが説明してくださっていて家の 真ん,中の独立し真ん中であれば真ん中がいいんですけれども独立した部屋で、えっと、窓がない部屋に逃げてください1階の2階はよくないらしいですねやっぱりあの被害の写真とか映像を見てるとやっぱり上の部分がもうめくれてたりするんでやっぱ下が方に逃げろっていうのは正しいんだなって思いましたであと地震と同じように頭を隠してくださいってことでした あのやっぱり日本も竜巻の被害は少ないとは思うんですけれどもやっぱりねこれからコロナも収まってアメリカ旅行に行かれた際とかあの遭遇するかもしていないので今回の動画を少しでも思い出してくださればいいなとうしいなと思います。